はですね、先ほどは浩二さんにパーソナルトレーニングで学ばせていただきましたけれども、浩二さんはパーソナルブランディングを今後はねちょっと力を入れていきたいと、で自分の映り方だったり見え方だったりとかをアップデートしていきたいということですので、映り方のことをねお伝えしたいなと思います。浩二さん、鏡で自分の顔を見た時と、はい、写真で見た時と、いや鏡ではもっといい感じの俺なんだけど写真で見たらもうちょっと俺いけてねえかっていう感じの時ってなんか経験したことないですか？こういうのもポイントが一つあって、はい、右側と左側の顔ってこう違うってよく聞きませんか？右脳左脳でどっちがこう発達しててとか、一応こう一般的には左タヌキの右キツネって言われてるそうなんですよ。でそれはどうかって言ったら、タヌキってちょっと丸いじゃないですか。でキツネってシュッてしてるじゃないですか。右側の顔がこうキリッとした状態の顔で、左側が柔らかい顔で、これはどういう時に使いこなせばいいかっていうと、まあ、もし今ここがバーカウンターだとして、で何かまあ打ち合わせをすると、その時に今僕の顔の左側を浩二さんが見てるんですよ。っていうことは左タヌキの僕の顔を見てるから、柔らかいイメージ、柔らかい感じです。でこのここが僕がこっちに行ったら、今度は僕の右側の顔を見てる、右の狐の顔を見てる、キリッとした感じを見てる。だからこういう時はビジネスの話で商談事をする時にはこっちに自分が座って相手を右側に置くっていうような形で使い分けるといいですよ。どういった写真に使いますか、伝えたい自分、はい、こうフランクな状態の写真が欲しいんだっていう人は、じゃあこっち側の方がいいですよねとか言うので、こっち側をカメラに近い方で撮ったりとか、キリッとかっこよくって言ったら、まあ、こっち側でウイスキーが似合うようなシチュエーションで撮ったりとか、はい、で背景とか、あとはライトの当て方とかで変えたりとかしていくんですよ。プロの写真家は、すごいですね、プロはね、プロいろいろな人をこう撮っていく中で、ああ違うなと。でライトの当て方一つでやっぱり変わるんで、このライトの当て方っていうのは本当に難しいところなんで、今日浩二さんをちょっと撮ろうと思いますけど、まあ、実際浩二さんどんな感じでこうなんか出したいなっていうのはあります？パーソナルブランディングとして、まあ、矢野浩二を出したい、まあ、やっぱりあったかい感じですね。シャニカムでもっていうところですね。やっぱりこう受け入れてもらいやすいだけど、まあ、言うことは言うよみたいな、サーフィンの雑誌のナルーっていう雑誌のです、ね、取材が来て、来月にある大会の意気込みを聞きます、ね、このぐらいの向きで、このぐらいの向きでレポーターの人がいます、ね、今日は本当よろしくお願いします。雑誌ナルーの編集長健太郎です。よろしくお願いします。どうなんですか、来月に大会も迫って、結構波の高さもすごいあるみたいなんですけど、普段はもう行かれてますか？そうですね、冬は大体カヤックで1ヶ月ぐらいですね、過ごしてるんですけど、はい、で、まあ、今回久々に日本に行ってようやく帰ってくることができて、仕事の波で旅できるんで、めっちゃワクワクしますね。やっぱりもう地元っていうことで、そうですね、大体もう波のコンディショニングとか、どこでどういう割り方するとか、はあ、細かいところが分かってるところなんで、あ、日本のギャラリーの違うギャラリーがですね、まあ、やっぱこう見に来てくれるっていうところで、まあ、そこにしっかり頑張ってる姿を返していきたいなと。ああ、やっぱそうなんですね。まあ、今回時期的なものがもう3月っていうことなんですけど、普段だいたい7月だったり8月だったりとかあると思うんですけど、そういうところは全然気にはなさらない感じですか？そうですね、やっぱハワイはだいたいもう海パン1枚でやってる。ああ、ちょっと日本の波やっぱ冷たいと思って、3月はああ、ちょっとこう今から1ヶ月ぐらいまだあるので慣らしていきたいなと思います。浩二さん、スポンサーにグラウンド、なんていう、グランドルールさんですか？なんかスポンサーついてるみたいなんですけど、それどういった会社なんですか？はい、ここはもう本当ビッグスポンサーで、はあ、まあ、1000万ぐらい出してる。最高ですね。まあ、ここの社長もめっちゃ可愛がってもらってて。へえー、もうな長いんですか、その社長さんと。はい、子供の頃からいろいろ面倒見てもらってるんで。矢野さんっていう方ですか？はい、まあ、なかなかダンディーな方です。今度は、はい、格闘技の、で今から出る時のコージーって出る時の顔でいきますんで、はい。
誰が来ても俺負けんよっていう。これ今なりきってますからね、小泉は。なりきり最高ですよ。意気込みをお聞かせしていただいてもらってよろしいですか。今回は負けるわけがないですね、はい、やっぱもうトレーニングはもうずっともうトレーニングは人一倍やってきたんですね。ハートの方も強くなってるんで、メンタル的なものですね。もう負けないですね。これで負けたらもうやめるしかないかな。ああ、もう引退も決意して。今回足の先から指の先まで全部もう血がもうギリギリにすっごい巡ってるわけですね。やります。ピザ屋のオーナーになった気持ちでいきますね。もう1日何枚ぐらい焼かれますかこれ。1日うちはもうですね、限定10枚にしてます。最高ですね。でも限定いいですね。1枚9200円ぐらいです。すごい。じゃあもう素材ふんだんに もうこだわって。もうこだわりですね。やばいですね。生地も生地はもう昨日3日前ぐらいからね。すごいですね。で、まあ、トッピングする材料は、はい、もうやっぱり産地消ですね。地元の農家、ああ、この大学で頑張って作ってるんで、そこに還元したい。いやー、いいですね。僕の手取り分はそのうち1000円ぐらいですね。素晴らしいですね。いや絶対流行ると思いますよ本当に。まあなんとか流行らせて、はあ、そこを拠点にあの地域のみんながですね盛り上がってくれたらいいのかなっていう。僕はもうなんかお手伝いしてくれるかな。いやいいですね。発展する。いやいいですよ。小泉さん乗せるな。小泉さん、そうそう今ぐらいちょっと待ってくださいね。これでもメニューの中にあのうどんっていうのがありますけど、これなんかあるんですか。もう、あ、うどん玉ですかね。はい。広島風。はい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 。あれもちょっと面白いな。ああ、それでうどん玉があるんですね。こううどんもなんか出されるんかなと思ったんです。それでブランド決めていこうかな。いやでもいいですね。限定10枚、そしてトッピングにあのうどん玉があるっていうのはなかなかこうピザの状態ではなかなかお見かけしなかったんで。オープンが2年後やったですかね。2年後なんですね。やっぱり一から作ってるんですね。木も自分で山に行って。だから時間かかるんですよね。時間かかるけど早くもう告知は。力を口しておいた方がカミングスーン感がありますね。だけどあのこの先 7.5 キロセブンイレブンみたいな看板と同じような感じですね。もう途中でもう忘れてローソンに寄っちゃってるパターンでもある可能性もあると。まあいいよって言われてありがとうございます、はい、このやりでって覚えてないんですか。そうですね。いいですね。今のしとれたな。取れました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。